このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のニアです。ボイスロイドのキズナあかりです。チキチキチャンネル。今回の動画のお題はこちら。2021年のナロウ秋アニメについて、それぞれの総評を語っていきたいと思っています。最初に取り上げておくと、今期のナロウアニメは、しっとり系というかハイファンタジーとして真面目に作ってるアニメが多かった。無職転生と異世界食堂はじめとして、真の仲間、最果てのパラディンも、じっくり作られてたと思うよ。前にも紹介動画をアップロードしたけど、評価はそれぞれ変わったかしら。一番変わったのは、暗殺貴族、だね。前回は無視してたし、アンダッチャブル枠だと思ってたわ。作画が全てではないと思ってるけど、作画の丁寧さは今期だと無職転生に続くか並ぶかじゃないかな。やってることはいつものナロウ、だけど、重火器が普通に存在する世界か、ハードボイルド重点だったりとか、そういうのでバランスは保ってたかな。あと最終話の、あの決着。アニメでガチで見せてもらってなんか憎めねえなぁと思える一品。ナロウ氏は、隙を守る。やっぱ、参考元、の影響もあってか、本質的には異世界転生した後で出会った家族やヒロインを大切にして、守ることに比重を置いてる感じかな。とりあえずアニメとしての出来は、作画リソース費やしまくってて、声優陣も良い感じの人たちを引っ張ってきて良いアニメだったと思う。あくまで、ナロウアニメだからこそね。次は、真の仲間、押しておこう。このチャンネルでも一押しだったやつ。声優陣が若手中心だったり、他のアニメとは違う使われ方してるとかそういうのはあるよね。真の仲間は、1クールで綺麗に落ち着くということは確信してたわね。アレス君にザマーして、ルーキとテセ、ウゲウゲさんも残留して、リットと初夜するのが、1クールとしてまとまり良かったからね。最後の仲間、ヤランドララとの再会フラグは立ってたけど、綺麗にまとまったわね。1クールでのまとまり方という点では、最強クラスの作品なので、今後も再評価されていってほしいですね。で、アニメ入ってる人はぜひに。でも、やっぱリットのおっぱいなんだよな。次は、無職転生、2クール目。やっぱ無職転生はすごいわね。なんだとは言わないけど、触りだけ見て重箱の隅をつつくのでは、何も語れない作品だからね。ルビとエリスが死ぬところまで見ろ。日記編は換算しない。話としては本当に序盤の序盤で、それでもパウロもエリスも、ルビが思ってるより過大評価しててギクシャクしてるシーンが多いよね。間違いなく優しい世界ではない。それでも少しずつマシになったから前へ進む希望的な話よね。とりあえず、3月のエリスのゴブリン退治が楽しみね。で、初に、最果てのパラディン。地に足がついたハイファンタジー。今期で今のところ唯一2期が即発表されたアニメだね。アンデッドの親たちに育てられて、旅立った先で友を得て、最果てのパラディンと呼ばれる、2期にあたる話は、より重厚かつまっすぐに生きることをテーマにした話が増えるぞ。ただ、女っ気は本当にない。B は置いていくからな。3期があったらわからんけど、原作の進行的にもきついかな。無職転生フォロワー公言してるけど、こっちもしっとりハイファンタジーしてて、見てて楽しかったです。筋肉を信じろ。次、異世界食堂2。あの最終話で、意外と粘着されてるのよね。今でこそナロウ小説はもう商用デビューの場みたいになってるんだけれども、異世界食堂は多分元から趣味で書かれてたであろう作品で、それゆえに自然に更新ペースが落ち着いたシリーズだと思う。原作が溜まるってのは結構ありがちだからね。そもそも、猫やって店が半分趣味でやってるからね。まあ女性キャラ全体的に多いなぁとか、そこら辺は人気で宝の商用展開みたいなのは感じるが、とりあえず結婚エンドは、割と感動したし、あれはあれで猫や、らしくていいんじゃないんだろうか。なんか、2017年の時と時代を感じさせるけれども、総合的にはあるよね。異世界食堂自体は、なんか安心感があるタイプの話だし、なんか落ち着いて見れるアニメよな。ラミア界が好き、3期は見たいけど、もっと商用展開やる気ある人の作品を再発掘
スしてもいいんだぞ、角川くん。それ以上はいけない。切り替えて次は進化のみ。11話ショック。全体的にこのクールって、シックというかハイファンタジーというか、落ち着いた世界観の作品が多かったから、ゴッテゴテのイセスマ系チーレム。変態に振り切った展開は、個人的にはそんな悪くないかなぁとは、思わんでもなかったりする。逆に、魔王様リトライが、おっさん主人公ゆえの安心感があったことも再確認できたわね。全く関係ないけど、これ、無色転生、から逃げてるかどうかで、だいぶ印象が変わるんじゃないかなぁ。無色転生みたいな本気作画ばかりじゃないわね。うまく言えないが、進化のみみたいなのが、たまにあってもいいとは思うよ。という感じで、2021年秋アニメは、なかなか面白いクールだったわね。やっぱ無色転生が牽引したクールって印象。無色転生も尖ってる作品だけれども、外せない作品としてメイン級に躍り出た印象があるわね。2022年冬クールは、なろう、だけでくくっても、ありふれにき、現実主義勇者にクールアシカは、リアデイル、失格モンと、初っ端から5作品発表されてるので、今年もなろうから逃げられない年になりそうで、オラワクワクしてるぞ。MMO と TS と賢者のクール。これもまた味よね。とりあえず2021年秋なろうは、楽しかったです。真の仲間はマジでおすすめなので、今後も応援していきたいです。なろうアニメの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。